7月1日起源なる神私は母から生まれた。母は祖母から生まれた。祖母は曽祖父から生まれた。だがそもそも最初は誰からか。かぐて私は必然的に神に到着する。私の足は私ではない。私の願いは私ではない。私の感情は 私ではない私の思想さえ私ではないしからば私は何であるか私は私である私は私の霊魂であるいずれの側から私が神に近寄ろうともいつも同様であろう私の思想の起源私の理想の起源は神である私の愛の起源もまた神である物質の起源も また神である7月2日新宗教神及び信仰におけるある総論は自分の生涯を捧げうると感じる大きな素晴らしい思いにまで自分を連れて行ったその思いとは人類の進歩に適応した新宗教 すなわち独断や神秘を取り去ったキリストの宗教。未来の祝福を約束するのでなく、この地上において幸福を与えるところの実際的宗教の樹立ということだ。この思いはもちろん、その目的に向かって働く、幾代の人々によってのみ達せられるのを知る。ある時代は次の時代にまで、 この思いを伝え残すそして何日か強烈か理性かのいずれかによって実現される宗教をもて人類を結合するために自覚的に働くことがそれが自分を霊感せしむるならんことを願う自分の思いの根底である「七月三日自然と人」。 山が山が山が彼の思想や感情をすっかり取り込んでいた犬にキスしやがったとぐりをなみやがったイエロシカおじさんは犬にキスしやがった窓の下にコマを押し込みながら急に子供はこう叫んで街角の方へかけていった犬にキスしやがったお酒と剣とかえっこしやがった と、わんぱくどもは一緒に集まって、駆けずり回りながら、はやし立てた。この叫び声は、イエロシカおじさんに向けられたものである。イエロシカおじさんは、肩に鉄砲をかけ、帯に、生地の集まりをぶら下げながら、帰ってきたところであった。俺が悪いんだよ。子供たち、俺が悪いんだよ。 腹を立てているらしいが、しかしそんなことはどっちだって同じことだというふうを装いながらこう繰り返した。七月四日、遅起。き。一八五十一年七月四日。相変わらず空虚は常に感じているが、他のことについては別に不満がない。ただ何らの感想も起こらない。 ちょっとした思いつきは思い浮かばぬでもないが、それはあまりに無意義すぎて、到底記録しておく気になれない。それがなぜかは自分にもわからぬ。批評眼の進んだためか、それとも想像力の鈍ったためか、なんというつまらぬ暮らし方をしたものだろう。今日のごときは何一つの思い出すべきこともしていない。 何一つ印象に残ったものもない。嫌な気持ちをしながら、遅く起きた。遅く起きると世は必ずこういう不快な気持ちに襲われる。悪いことをして寝過ごしたと思う時はすでに遅い。罪を犯して主人の前に引き出された犬のごとく、一種異様な不快を感じないわけにはいかなかった。かくて世は、 早起きの人の感じる心よい気持ちを考えてみた。そして世もまた、なぜいつでもそういう気持ちになっておられぬかということを怪しんだ。七月五日、青春。世の中にはこの力を欠いている人々が実際にいる。そういう人々は生活に入ると、 最初に身につけられたバグをそのまま受けて最後の日までそれをつけたままで真面目に働いている。けれどもお礼人は青年の子の万能力一つの欲望一つの思想を専念し得る能力意欲したり実行したりなぜか何のためかなどと考えていずに底なき深淵に 真っ逆さまに飛び込んでいったりしうる能力の表れをあまりに力強く自分の内に意識していた彼はこの意識を心から離したことがなくそれを誇りそれによって幸福にされていたこれまで彼の愛情の唯一の対象は自分自身であったそしてそれはまた避けがたいことであった なぜなら彼は善にあらざる何者をも自身から期待したことがなく、未だかして自分に対する幻を失ったことがなかったから。今やモスクワをさらんとするに及んで、彼はちょうど青年が今までしてきた自分の過失を認めて、急に自分が正しい軌道を通ってこなかったこと、今までの自分の行為は全て不正で無意味だったこと、 これまで正しく生きようとする欲望さえ持っていなかったこと。しかし、今昔の幽霊を捨ててしまったので、新しい生活が開けかかっている。自分はその生活においては、昔の過失、昔の開婚を避けようと思う。そして必ず必ず幸福のほか何者も見つけまいと思う。ということを告白するような、 あの若々しい幸福な心持ちになっていた7月6日田園生活ところで「これが俺たちの酒じゃえ?」とのふわめをしばたたきながら言った実際レブインは草の葉がふわふわ浮かんで 破鉄のサビの匂いのするこの生温かい水のようなこんなうまい酒は全くこれまで飲んだことはなかった。老人はグラスの中にパンを切って入れて塩を振りかけ、叱るのち東の方を向いて祈祷を始めた。さあ旦那、俺たちのごちそうも上がってください。このごちそうはなかなかおいしかった。 で、レヴィンは昼飯を食べて家へ帰ろうとしていたのをやめたくらいである7月7日キリストの命令「まあお前自分の例のことを考えてみろ物事をこんな風にしておいてよいものかお前が俺に一言言う俺がお前に二言言い返す」 お前が俺を一つ平手でピシャリとやる。俺が二つ殴り返す。さようじゃあるまい。キリストは地上方々を悪きなすったが、そんな馬鹿げた真似をしろとは我々にお教えにならなかった。しかし一言お前に言うものがあったらお前はじっと黙っていろ。言ったもの自身の両親がとがめてくれる。 そんなふうにしろとキリストは我らに教えなされたのじゃ。誰かがお前を殴ったらお前は一方の方を向けて「ここを打ちなさい。もし私がぶたれるようなことをしたなら」と言うんじゃ。そうすりゃ向こうの両親が自分をつっつく。相手は謙遜になってお前が言うべきことも聞くようになる。 そんな調子にしろとキリストは我らに命令なされたのじゃ。だから決して意固地にはなるな。なぜお前は何とも言わないんじゃ。俺が言ってることを本当とは思わぬか。7月8日子供の純愛だが単に母ばかりと限らず父をはじめ御者に至るまで 幼年時代の私を取り巻いている人々は皆んとなくことさら良い人のように思われる。多分これは清いそして愛のある私の子供心がちょうど鮮やかな光線のように人々のうちにただ良い性質をそれは誰にもあるばかり求めかつ照らしたためであるに相いない。またこれらの人々が全てとりわけ良い人々に 思われたということは彼らのうちに欠点ばかりを認めることよりもはるかに真実に近いものである。七月九日。人の批評。そのほか彼ら。母と兄にはもう一つ共通な点があった。主にそれは人々の批判に対して平然たることであった。彼らは決して 人の悪いことを言ったことがない。これも私が自分の兄を引き合いに出して保証するところである。私は兄と共に半省を送ったからよく知っている。胸ではよほど人のことを飽きたらなく思っても口に出す時には機嫌よく嬉しそうな笑いを伴わせた。私の兄はいつもこういう風であったが、これと同じものが 母の手紙の中に見いだされるのである。それと同じものが彼ら二人を知っている者の,の口から聞かれるのである。七月十日、誠実。もう一つ、私の母には人と違った点がある。それは彼女の手紙の打ち解けていることと単純なことである。 この時代には自分の感情を誇張して表すのが流行になっていた。で、類いなきとか、神様とあがめたいとか、我が一生の喜びとかいうような言葉は、親戚間には盛んに使用せられた形容であった。そしてこうした惨事が華やかであればあるだけ、誠実は少ないものであった。7月11日。 純潔都市彼女は開墾なしに人生を去った彼女は死を恐れないでそれを祝福として受けたこれはしばしば言われることであるがそれが本当であることはいかにも稀であるナタリア・サ・イシュナは信仰のうちに福音の立法を果たしつつしっかりと死んだので死を恐れることができなかった 彼女の全生涯は純な非利己的な愛と自己犠牲とであった。もし彼女の心情がもっと高かったら、彼女の生活がもっと高い目的に捧げられたのだったらどうか。そういうわけでこの清い魂が愛と賛美と受ける資格が少しでも減ずるであろうか。彼女はこの世において一番良い。 一番立派な行いを果たしたし彼女は開墾も恐怖もなしに死んだ7月12日猫のあっ一1羽の和紙が木の上に巣を作ったそして数羽のひなを返したそれからノブタもその木の下へ彼女の藁床を運んできた。 わしはいつも餌を探しに飛び出しては持ち帰ってひなに与えた豚は木の周りを鼻で掘ったり森へ狩りに出かけ夜になるとこのために食物を持って帰ったそしてわしと豚とは隣同士の親しさを持って住んでいた一匹の年取ったメス猫がひなワシと子豚とを殺してやろうと工夫を凝らした わしよ。お前はあまり遠くへ飛んでいかないほうがいいよ。野豚に注意しないといけないよ。豚は悪い企みをしているよ。豚は木の根を掘ろうとしている。お前はいつも豚が鼻でつついているのを見るだろう。それからメス猫は豚のところへ行って行った。豚よ。お前は悪いものを隣り合わせにしている。昨夜私は わしがひなに言っているのを聞いた。かわいい子たちよ。今においしい小豚をご馳走してあげますよ。豚がよそへ行ったらすぐに小さい若い豚を持ってきてあげますよ。その時からわしは餌を探しに出るのをやめた。また豚も二度と森へ行かなくなった。わしと小豚は飢えて死んだ。そしてメス猫はそれを食ってしまった。 7月13日床下のネズミ一匹のネズミが蔵の中に住んでいた床に小さい穴が開いていて米粒がそこからあふれ落ちてきたネズミの生活は幸福であったがその生活ぶりを他の者のに見せてやりたい望みが起こってきた彼女は床を噛んで大きな穴を開けて 他のネズミを招いてきた「おいで」と彼女は言った「ごちそうするよお前たちの食べるだけ食べ物は十分にあるよ」しかし彼女が他のネズミを招いてきてからはそこに少しも穴の開いてないのを発見したそれは百姓が床に大きな穴が開いているのに気がついて塞いでしまったからであった。 7月14日、道を求めて。その年の間、自分は孤独な事故のうちにのいて、道徳的生活を送った。人間の運命とか、将来の生活とか、または心霊の不死とかに関した、あらゆる抽象的な疑問は、すでに自分の前に横たわっていた。そして自分の幼い弱い五性は、 無経験の熱心を持って人間の理解力が到達したもう認識の最高度を予想するようなこの難問題を解決しようと努めた。ある春の朝、召使いの者が窓の戸をあげるのを手伝っていると急に自分はキリスト教徒の犠牲の歓喜と満足とを感じた。こうして自分を苦しめてニコラス、 召使いの名のために働いてやりたいような気がしてきた。自分はこれまで全く馬鹿であった。どのくらい善良で幸福であり得たか知れないものを、これからはきっと善良で幸福になるのだ、と独りごちた。自分はすぐにこの瞬間から別人になって、新しい生涯を送ることにしよう。 七月十五日本質と表彰心の中ではこのように美しく明白ではあるものが何故紙の上に落とす時にはかかる見苦しいものとなって現れることだろう一般に人生の上でも理論を実際に映そうとする時にはやはりそれを見る7月十六日自然と人間 人間は自然が生きるごとくに生きる。彼らは死に、生まれ、配偶し、再び生み、戦い、飲み、食い、楽しみ、そしてまた死ぬのである。そして自然が太陽や草や動物や樹木の上に課した普遍の条件の他には、特に人間に限られた条件の他には、特に人間に限られた 条件といいううよななものはない彼らは他に法則を持たぬ従って彼らの幸福は自然と一つになるということにある7月17日狼と弓漁師が弓と矢を持って漁に出かけた彼はヤギを殺して肩にかけ家に帰ろうとしたその途中彼はイノシシにであった 漁師はヤギを下ろしてイノシシを撃って傷を負わせたイノシシは漁師に飛びかかり牙を立てて漁師を突き殺したそれから自分も息が絶えてしまった狼が血の匂いを嗅いでヤギとイノシシと漁師と弓とが横たわっておる場所まで来た狼は大変喜んで独り言を言ったさあ 私は長い間、食べ物に不自由はしないぞ。が一度に皆食い尽くすようなことはすまい。一つも無駄にならないように一度に少しずつ食べよう。まず硬い部分から食べて、それからうまいところをご馳走になろう。狼はヤギとイノシシと人間とを嗅いでいった。この餌は柔らかいから後に食べよう。何よりも先にこの弓の鶴を、 食ってやろう弓はオオカミは弓づを噛み始めたところが食い切ってしまった時に弓がはじけてオオカミの腹を打ったそこでオオカミも死んでしまったやがて他のオオカミが来て漁師とヤギとイノシシとオオオカミを食べてしまった7月18日実例 今や私は模範を示すには、ただ生活や生活の実例によるより他はないという信念を有するに至った。この実例の効果は、はなはだ遅延で、はなはだ不定的である。それは、その実例が誰に対して効果を及ぼすかを知ることができないという意味においてであると思う。だから、はなはだ困難である。しかし衝動を、 与えうるのは実例,ばかりである実例キリスト教的すなわちあらゆる条件の下において理性的にして幸福なる生活を起こりうることの実例だけが私にもあなた方にも必要であるどうかお互いにこれを行うことを助け合いたいものだ「1月19日浸水」。 驚くべき食行が、目欲と野生の水戸が、世を世の愛する心神甲骨の状態に導く。二ヶ月の間世は筆を取ったこともなければ、また物を考えたこともないが、今年のように神の世界を歓喜したこともない。世は呆然として口を開きながら、 何者かを失いはしないかという懸念のために身動きすることも恐れて立ち尽くすのだ。7月20日「月日労働私のもう二つの問いに答えてくれ」王は言った第一には「なぜ土はその時にはこのような穀物を生えさせたが」 今はそうでなくなくったのか第二にはなぜお前の孫は日本の種木杖をついてお前の子は一本ついて歩いているかそしてお前自身は一本も持たずに歩いているのかお前の目は輝いているお前の歯は硬いそしてお前の言葉は明瞭で耳に心地がいいどうしてこれらのことはそうなったのか老人は答えた。 ここれらののとがそうなったのは、人が自分の労働によって生活することをやめて人の労働をあてにする習わしになったからであります昔は人々は神様の律法に従って生きていました彼らは彼ら自身のものだけを持っていましたそして人が作り出したものをむさぼりませんでした 七月二十一日、疑惑の日。私は人民の行列の終わっておるところに立ち止まっていた。私に近いところにいた者どもは、私が彼らを見つめなければならぬほどに私を見つめた。彼らの肉体を覆っておる酒残りの着物はいろいろな封をしていた。しかし、 彼らすべてのものの目の表情は一様になぜお前は高いから来たお前は我々と一緒にとどまっているんだお前は誰だお前は我々の窮乏を見て喜び気晴らしにお前の暇を潰しそして我々を長老したいと思っている何不足ない富豪か しかもまた存在することのできない我々を憐れむ人かと言っておるように見えた。7月22日無政府と制度無政府とは制度の欠如の意ではないただ人々が暴力によって服従することを余儀なくされておる制度の欠如であって人々が 自意識的に正当に服従するところの制度である。でなければ自分には理性を付与された者の社会は組織されず、また存在することのないはずであるように考えられる。七月二十三日、金銭と奴隷。今や我々は、名目の上では奴隷の所有を拒みながら、しかも金銭のために、 そして政府の強制徴収のために金銭に対する我々の権利を要求するに至った。すなわち人の労力に対する権利を。七月二十四日、真の財産。我々の妻や子や奴隷や馬を我々の財産として要求することは、実際と矛盾した純然たる虚構である。 そしてそれを信ずる者をして悩ましむるに過ぎない。なんとなれば私の妻や子は私の体が私に従うようには決して私に従わないからである。それ故に私自身の体だけが常に私の真の財産と尊び得る唯一のものである。それ故にまた金銭や財産は決して 誠の財産ではない。しかしそれはただ、慈悲と苦悩の根源である。常に私に服従し、私の意識に結びつけられる私の財産というものは、ただ私の体ばかりである。七月二十五日、悪の根源。財産は一切の悪の根源である。 同時に近代社会の一切の活動が向けられており世界の一切の活動を指導するところのものである。でも国家や政府は財産のためにラインのカシやアフリカおよび中国の土地やバルカン半島やを占領戦として陰謀を企て戦争を始める。銀行家や商人や 製造業者や地主やは財産のために闘争し、欺瞞し、圧政し、苦しめる。裁判所や警察は財産を保護する。懲役、監獄はいわゆる刑罰と言われる一切の恐怖。そはすべて財産のために作られる。7月26日、不思議なこと。人々が何もしないで。 煙草を吸ったり遊んだりあちらこちらと馬を乗り回したりする時に人民の一大体もが彼らを食わせたり温めたりするために多忙を極めておるということは不思議ではないか。7月27日女子の権利とは言うところの女子の権利という問題は 真の労働の法則から離れた人々の間に起こったものである。またその人々の間にのみ起こり得たものである。その法則に返りさえすればそれでこの問題は消滅するはずである。事故に特有の闇がたい労働を子を産み育てることを持っておる女は男の労働を分かつことの権利を要求することは決してあるまい。 一月二十八日二人の百姓ある時二人の百姓が互いにすれ違おうとしたら裾が絡み合ったので一人は叫んだ私に道をお譲りください私はお急ぎで町へ行かねばなりませんもう一人も言ったあなたこそ私を先に行かせてください私もお急ぎで家へ帰らねばなりません それで長い間二人は言い争った。7月29日、女の奉仕。あなた方はすぐまたこれらの苦難の後、休みもなく中絶もなく、労働と苦難とのほかの一続きであるところの保育のそれらに取りかかるときそれを知る。そしてこれがためにあなた方は自分の感情を鎮め、 強い人間の必要、すなわちことわざには父よりも母よりも快いと言われている睡眠の要求をも退けるのである幾く月の間幾年の間二夜も続いて眠らないこともあり昼夜目覚めていることも稀ではないただ一人あちらこちらと歩きながらその疲れた腕にはやめる英治を ゆすりながらエイジの苦しみはあなたの心を割くのである。誰にも認められず見られずにそれに対して何らの奉仕も報酬も予期することなくあなたがそれを全てなす時にまた偉大なる行為としてではなくかの福音比喩における労働者のごとくただ自分の義務を行っているのだと考えながら これを成しておる時に、その時にあなたは何が偽りの道化たる労働であり、人間の名声に対して、そして何が真の労働、すなわち神の意志の実行であるかを知り、自分の心の中に、この神の意志の指示を感じるのである。もしもあなたが、誠の母親であるならば、 当然のものとのみ考えて何人もあなたの労働を認めもせずにたたえもしていないのみでなくあなたが働いてやった人々ですらあなたの恩に背くのみでなくあなたを苦しめもし非難することが少なくないことを知っているはずであるその次の子供にもまたあなたは同一のことをする再びあなたは苦しみ 再びあなたは認められない恐るべき真句を繰り返し、再びあなたは何人からも何らの報酬をも求めないで、そして前と同じ満足を感じている。七月三十日、子を産まない女。人工的に子供を産まないようにしていて、その容姿などで男を惑わす夫人について言うならば、 彼女は男に勝っている女であるのでなく、かえって男に怪我され、男の水準に引き下げられた女である。かくて、彼女は男と同じく彼女の義務から離れ、生活の合理的な意義を失っている女である。一月三十一日、ケンプ。こうした母親のみ、 その夫の財力とかその子の免許状とかによって子供たちの外的な安全を求むることをしないしかし彼女自らの知っておる神の意志である自己犠牲の履行や生命の危険を伴う労働に耐うるの才能を彼らに課するその中にのみ生活の安全と幸福とが横たわっているのを彼女は知っているからである かかる母親は自分の義務の何であるかを人に尋ねる必要はない。彼女は前からこれをことごとく知っている。そして何も恐れはしない。